おはようございます。ディレクター回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、昨日4時に寝てで12時に起きましたものすごい生活リズムじゃん。休みの日ね、もうちょっと寝ようと思ったら、なんかね、寝れる日と寝れない日があって、寝れる日はね、本当に今日みたいになっちゃうのよね。いやー、もう完全生活リズムはね、夜勤にね、侵されてる感じがしますね。はい。私明日日勤なんですけどね。はい。多分寝れないと思います。はい。というわけで、行ってみよう。はい、今回なんですけどね、僧侶で行かせていただきます。なんとですね、今回のパーティーめちゃくちゃ強いんですよ、理論上。なんたってね、公式サイトの大会優勝者パーティーをそのままパクりました！行きましょう！そう、2009年の公式大会とかで、まあ、シーズン2っていうのかな？シーズン2の大会の店舗大会とかでね、優勝したチームでもあるし、準優勝とかにもかなりこのチーム乗ってたんですよ。はい。まだナイトリッチとかがね、あまり普及してない頃のパーティーっていう感じですね。はい。その時に、もうこのチームが本当に多くって、僧侶の祝福の杖持ちのね、ズシオマネ・デュラハン。まあ強みはね、まあ僕でも一瞬でわかるんですけど、はい。まあ2体ともね、相手の動きを止める技を持っていて、ね、まあバギーまで食らっちゃうのはしょうがないとしてね、はい。で、こちらもバギーまで返します。僧侶といえばやっぱ祝福の杖がやっぱ強いんだよね、普通にね。まあね、しょうがないね。向こうの方が装備は上手。セラフィーのローブ着てもお前に至っては。まあ、ほとんどやだね。主人公切ったら終わるぞ。大丈夫か。大丈夫、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。まあね、ズシオマネ・デュラハンに関してはね、何の意味もないんでね。ああ、そうやって君たちはそういうことグダグダを巻き、てか、お互い何今回グダグダを巻き散らす戦いになってんだ。ね、このズシオマネとデュラハン、この雷神派にはね、時々麻痺の効果があったりする、ね、雷属性っていうだけで強いんですよ。強いはずなんですけど、まあ、こうなるとね、ちょっと話が違ってきます。はい。ね、そして、嘆きの歌。これもね、敵の動きを止めることがある強力な技です。はい。どないなってんのこのゲーム。このゲームはどないなってんですかね本当にね。このゲーム一体どないなってんの本当に。あ、つばぜりお前がしてくる？いいよ。赤できないよね。あ、緑だ。トントントン、ここ。負けるわけにいかない。ここで負けるとね、勝ち筋がだいぶ変わってきます。ソウルっていうのは、つばぜりに勝たないといけません。行きましょう。いやー、これは、どっちかというと、ね、パーティーは悪くないですよ。コンピューがやってるなーって思いました。さて、まあ、敵のパーティーも結構だぞ。さっきのはあれね、不覚を取りましたけど、まあ、何回もね、負けるわけにいきませんよ。はい。まあ、つばぜり合いに勝たないといけないんですけど、つばぜり、俺つばぜりそんな苦手じゃないんだけどな。つばぜりそんな苦手ってわけじゃないんですよ、僕も別に。あれはちょっと何だったんでしょうかね。ちょっと連打が足んなかったんですかね。はい。まあ負けたんでしょう。まあ実力的には負けたと認めざるを得なかったんですけど、さっきは。まあ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 。ね。この2009年にね、アホほど流行ったこのパーティーはね、まあ多分使い方の問題でもあるんだろうけどね。やっぱティラの使い方と皆さんの使い方は違いますからね、そりゃ。ミラクルスライク食らっていく。まあ基本的には耐久力は高いんで、比較的。まあデュラハンで打撃耐性あったりするし。で、メタルキングの盾でね、まあまあ、メタルキングの盾がね、痛恨防止策にはなってるとはいえな、大体の痛恨はデュラハンって生きそうなんだよな。ね、雷神派。ね、あんま効かないかもね、雷神派は。あ、まあ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 、こんなもんか。まあでも、デンタが硬いんだな。まあ、このパーティー自体は、デンタやナイトエッジが出る前に、だいぶ流行ったパーティーですからね。ちょっと環境の遅れは感じる。ね。まあ、ちょっとインフレを感じるって言うべきなんでしょうかね。嘆きの歌。向こうの勇気量すげえな。避けられていく一番スライムに当たってほしかったんだけど。で、天使のローブでね、70回復。行くしかないでしょう。さあ、つばぜり合い、今度は負けませんよ。黄色までやな。よっしゃ、行きましょう。これで負けたらもう絶望やな。もう僕、リセットボタンを押します。行きますよ。
い、よし。さあ、もうこっからはね、皆さん、僧侶のね、特権、害悪をばらまきます。だからグダグダを皆さんに振りまきます。はい、多分こうやって戦ったんだろうなというのが分かるんですけど、今からこのパーティーの高い耐久力を生かしてグダグダを撒き散らそうと思います。はい、もう今からだってベホイミとかして耐えまくれば勝ちですからね。勇気をしっかり貯めて。さあ、こっからはもうグダグダよね。敵を止めつつベホイミ進みまくるだけの簡単なゲームですよ。そう、つばぜ合いにさえ勝てばっていう、僧侶はそういうとこあるからね。なんか本当に避けられるな。本当に避けられるね。何なんですかね。行きましょう。おいおいおい、ちょっとそんな避ける、本当になんでそんなに避けるんですかね。なんで生きてるんですかね。サイコパスみたいな発言になってるけど、なんで生きてるんですかね、じゃないんだよ。ローリング操作、まあ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 、まあ、向こうが聖なるのにっていう回復系使ってるんで、まあ別にとどめ時期打てば焦るじゃないですよ。とどめの時期さえ打てば勝ちなんですから。はい、ベホイミで回復しつつね、粘っていけば勝ちですから。はい、焦る必要は何もないですよ。もう僧侶はこうやって、あとはもう詰めるだけですよ。はい、まあスターライト、スターライト嫌な予感がすんな。あ、大丈夫だった。ういった、結構軽かんな向こうな。まあまあベホイミありますから。ベホイミがありますから。僧侶のね、黄金戦法グダグダを巻き散らす。よし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 、いいよいいよ、グダグダ巻き散らしてけ。ミラクルストライクね、ディラハンに行くんじゃない、痛恨は。まあ、自称鬼も来るか。あ、来るね、やっぱり。ちょっとおかしいんですけど、左上を見てください。もう敵が追いついてます。なんで追いついてんだよ、お前が。なんでお前が追いついてんだ？もう、有機量向こうが追いついてるっていうね、珍事ですよ、これもう。もはや珍事ですよ、これ。あ、避けていく。あ、当たってないのか。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、大丈夫だ。それなら大丈夫。でサミダレ剣、全体に安定でね、はい、安定してダメージを与えていく。いいよ、次のターンで溜まるでしょう。まあね、焦る必要ないですよ。でここでね、ダメ押しですよ。このターン絶対耐えればいいんですよ。はい、これです。え、優勝者の使ったスペシャルカードと同じことをします。はい、ドラゴンオーブ。このターン耐えます。このターンもう耐えようと思います。このターン耐えますよ。こうなったら、こうなったらいずれもこのターン耐えますよ。で、勇気さえ溜まればもう勝ちですからね。はい、もうここ当てていく、しっかりスライムね。はい、せーの。はい、オッケー。いいよー。ね、勇気溜めてもう勝ちですよ。何があろうが勝ちですよ。これが僧侶の外役戦法。はい。まあ、以前動画でも紹介しましたけど、僧侶っていうのはつばぜ連に勝った後に、ひたすら耐えれば勝ちなんですよ。多分2009年に流行ったパーティーの理由ってこれなんですよ。おい、オッケー、効果出ない。しかも、ね、ドラゴンオーブでしっかり守っていく効果もね。はい、バギー、まあ、これで勇気溜まります。はい。だから、敵がね、勇気を減らす手段を持たない限りは勝ちですよ。もう溜まりましたもん、ほら。何？もう一体のデンタサウルスがさ、勇気をさ、あんだけ溜めるのは不可能でしょ。なんで、本当に避けんね、君たちはね。はい、もう、ニュートラルですよ、コントローラー。何があろうが勝ちですからね、この時点でね。はい。もう勝ちですよ。はい。ねえ、HP 的にこう負けていても、結局僧侶にこうやって粘られる。僧侶ってそういう職業ですからね。いや、すげえなー。はい。このパーティー流行った理由わかるわ。うん。それは流行るわ。で、それは嫌われるわ、僧侶って。僧侶すげえ嫌われてましたからね。はい。2ちゃんでもすごい嫌われてました。僕見ましたけど、外役とかもうグダグダとかね、陰キャとかね。まあ今では陰キャとかもなかったけど、本当にもうそういう感じですよね。さよなら。これはでも友人会やったら怒られるわな。うん。勝負あり。さっきちょっとグダっちゃったのもあるんで、向こうに耐え切る何かを使って、こっちはスペシャルカードを攻撃にします。攻撃系のスペシャルカードをこっちは使います。そういうわけで。はい。なので一発目からもうやりますよ。こうやってね。で、こっちはね、補助回復から光玉使っちゃいましょう。よいしょ。まあ、これでね、向こうが耐え切ることができれば、このパーティーの耐久性が証明されることになりますね。はい。まあ、多分耐え切れるんじゃないかな、ベホイミもあるしね。そう、こっちは攻めます。もうガン攻めです。さっきみたいに避けられまくってたらもう無理ですよね。はい。ギアサッシュで合流しますよ。はい。まあ、1ターン目から打ったらもう完全に焦ってんじゃん、これ。こんな、1ターン目から攻撃スペシャルカード俺打たないよ、めったに。
もうめったに打たないですけど、まあ、今回はね、検証として、はい、ワン、ツー、スイッチ。いいよ。いや、でもメタルキングの盾の痛恨防止怖いね。さあ、削り切れるか、それとも、ね、耐え切るか、わかんないですけど。基本的にこの感じだったら絶対ソウルの方が早いと思います。勇気たまんな。たとえベホイミ使おうがね。はい。ベホイミの勇気量は少ないんだよな。ただ。でもそれでもそっちの方が上でしょう。2P の方が光の玉使ってるし。ねえ、モンマスはそもそも勇気がたまりづらい職業っていうのもありますしね。痛いね、ドラムクラッシュ。嫌だね。あおっとー、これは勇気がね、たまるぞ、これ。会心に勇気めっちゃ貯めれるからね。ね、向こうのね、だいぶ、悠長に踏み舞えるんじゃないですか、これは。勇気量的にもね。さあ、ヒャド、呪文で攻撃するぞ。まあ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 、まずはこんな感じ。いや、でもこれ耐え切られるんじゃない、ちょっと耐え切られる感出てるよ。僧侶って強いんだな、そう考えるとな。さあ、ベホイミで向こうは粘るだけのお仕事ですよ、こっからは。そう、モンマスで火力に振っても耐え切られる可能性あるんだよな。ソウルってそう考えたらめっちゃ強い職業だよな。ほんとやだ。最終期のソウルってデスゴーゴンとダースドラゴンだよ。そう、今はまだこれ優しいけどさ、もうぶっちゃけ言ったらさ、はい、ウルトラフランス。最終期のソウルパーティー知ってんぞ俺、デスゴーゴンとダースドラゴンだぞ。最悪だぞ、もう完全耐える気だもん。それが本当に大変だよな。さあ、これ削り切れんのか、無理じゃねえか。はい。お、当てたね。よく当てた。今度当てた。もう削り切るにはこっちの技しかないよな、でも。パッと見。さあ、雷神派で。いや、雷神派強いよ。ああ、たまにまひっていく。こうなるとね。こうなるときついんですよね、もう。まあ、そういう戦法ですかね、このソウルパーティーがね。もう、ソウル次のターンたまんじゃないですか？確かにソウル強い。こうしてみるとめっちゃ強い、めっちゃ強いパーティーだな。削りきねえのか、モンマスで。マジか。耐え切られるわ、これ多分。これ耐え切られるかもしんない。このターンに勇気たまるか？いや、でも次のターン余裕で耐えれると思うもん。モンマスで火力底上げしてもこれか。ちょっとショックだな。ちょっとショックだよな。やっぱ、このパーティーは強い理由ってそういうことだろうな。はいはいはい、にやけちゃん、ここで返し出していく。期待値通りですね。期待値通りの返しは出したと言えるでしょう。さあ、ダシラも続くか、はい、もう残念、続かなーい。残念、続かなーい。いやー、きついぞ、これ。次のターン耐えるのは無理じゃない。これ、次のターン決めるの無理だわ、正直。え、次のターン、無理じゃない、こんなの無理でしょ。あ、無理だ、絶対無理だ、これ。あ、これは無理だ。あ、もうこれはね、無理だと思う。このターンしっかり耐えられたら負けだわ、これ。マジか、モンマスマジか。そっか、火力上げてんだけどな、これ、だいぶ。ガードされてる！もうこれガードされてる。もう無理ですね。これ無理だな。なんかダッシュランが返し抜きをディラハンあたりに出せばいいんだけどね。多分ないでしょうね。ああ、ああ、ああ。こうなるか。よもやこうなるか。あ、ダメだ。倒しきれねえか。いや、倒しきれんか。そっか。僧侶難しい。僧侶攻略できねえか。マジか。モンマスで普通に勝てねえもん。あ、これ完敗でしょ。悔しい。めっちゃ悔しいんだけど。何これ。腹立ってくる。はい、というわけで今回はね、結構長くなった気がするんだけど。はい。大会優勝者のパッチをそのまま使ってみました。いや、前半はちょっと下りましたけど、ま、本当に強さ見せつけたなと。はい。いや、モンマス火力上げても削りきれねえんだな。モンマスも合わせて光玉使うしかないんだよね。だからあれ、勝ち筋は。いや、めっちゃなんか悔しいんだけど。
はい、というわけで今回はこれぐらい終わりたいと思います。あ、お疲れ様でした。